もう本当に大変光栄に思っております。あの2年続けた人は他にいないなというふうに聞いていましたのでとても光栄だなと思うのと同時にやっぱりあの台湾にはなんか深く縁があるのかなと思っているところがありまして日本の皆さんに伝えられたらなと思っております。はいえっと、一つ目は えー、台南のあの今回の撮影でも言ったはいこちらですね。コンミシッってところが私はお勧めしたいです。すごくこう見ただけでもすごく圧巻の景色ですけれども、はい、春に行きましてその時はこうまあ天気もすごく良くてあのあの夕方ちょうど夕方にここへたどり着いて。 そうするともうなんか夕暮れ時でちょうどこう日が沈むみたいな感じで本当にこう幻想的な、えー、景色ですごく綺麗だったのを覚えていて台湾オリジナル誕生日プレゼントゲット目指して頑張ってください頑張ります日本人に大人気な台湾産フルーツはどれでしょう1マンゴー2ブルーベリー3さくらんぼもうこれは簡単かな何番でしょう、はい、1番で 1> もうこれ自信満々ですよね 大正解です、<laughs> おめでとうございます。郵便ポストの色、日本とちょっと違っていて、2色あるそうなんですが、赤色以外、何色があるでしょうか、1、オレンジ色、2、青色、3、緑色、大正解です。 待ち方であ、こんな色もあるんだうんそうなんですねランタン飛ばし体験がフォトジェニックで人気ですさあ、何番 2>, 2番です2番、平家大正解ですおめでとうございます <laughs> さあ、ということでこのランタン全9色ありましてどの色のランタンを飛ばすかによって願い事が異なるそうなんですが、はい、スタッフさんが用意してくださってはい、その時は黄色でも意味があるって知りませんでしたあ、それはそんですね、はい こう幸せを願ってくれるような色があったらそれがいいなと思いますね幸,幸福を願う色というのがありまして、はい、紫色じゃあ紫で, <laughs> で <laughs> ありがとうございましたありがとうございますではどうぞ一旦ご講談いただきますありがとうございますありがとうございます